マスミツキュウノスケは、幕末の薩摩藩士。薩摩国鹿児島高来町生まれ。高来町は、梶山地方チりと並んで、幕末から明治にかけての偉人を輩出した三、片源の一つである。薩摩藩の尊能上位派として、江戸で活動する。蔓延元年には、清川八郎が結成した古美の会に名を連ねる。慶応三年末。 西郷隆盛の密命を帯びて、井ムタ昌平らと共に、江戸へ赴き、江戸薩摩判定を本拠として、中村祐吉、佐相良創造ら約500名の老人を集め、江戸市内を意図的に混乱させる工作をした。その狙いは、幕府の姿勢を妨害し、挙兵させ、それによって、江戸を中心とした関東地区を拡乱することで、民衆の不満を煽り、 尊王上位の大義名分を得て、新政不実現へのきっかけとすることにあった。果たして、狙い通りに、江戸取締役を務めていた省内藩軍を主力と、する、幕府軍が、江戸薩摩藩邸を襲撃。この知らせが、大阪城に至り、藍津藩を呼び、桑名藩を刺激し、賭場、伏見の戦いが勃発した。後、幕府方により逮捕され処刑される直前に、 勝ツ海舟によって見受け、遊兵された。慶応4年3月、新政府軍の江戸総攻撃に際し、勝ツ海舟の命を受け、幕府の使者、山岡鉄州を、寸布総督府へ送る大役を務め、西郷隆盛との会見を成功させた。同年5月の上野戦争で、流れ玉に当たって、横浜の野戦病院で最後を遂げたと伝わる。去年28、 ありがとうございます。